アキュラ RL、RL、RL は、ホンダ技研工業が、かつて生産し、アキュラブランドで販売していたセダン型の乗用車である。2014年モデルより、アキュラ RLX が、RL の後継となっている。1986年から販売されていた、アキュラレジェンドの後継モデルとして、1996年に発売された。アキュラの最上位に位置づけられる、大型。 最高級セダンである。一貫して V 型6気筒エンジンを搭載しており、駆動方式は当初 FF であったが、現行型はオードのみとなっている。日本では同系車がホンダレジェンドの名称で1985年から販売されている。1996年にアキュラレジェンドの後継としてデビューした。RL とはリファインドラグジュアリーの頭文字から取ったものであった。 最初の 3.5RL は1996年1月4日にラインオフした。エンジンはレジェンドの3.2リットルから派生した3.5リットル V6 エンジンで最高出力は 210HP を発生する。この V6 エンジンは多くの FF 車で用いられる横置きではなく縦置きで配置されており小さな回転半径で街中での扱いやすさを生んでいる。 1999年にフェイスリフトを受け HID ヘッドランプやフォグライトを装備しフロントバンパー、ボンネットなどが変更され違いはわずかではあるがよりアグレッシブとなったサスペンションが見直されスプリングやブッシュ変更ダンパー減衰力アップディスクブレーキ系アップなどが行われた内装も細かに見直され安全装備では全席にサイドエアバッグが追加された 2000年に TCS に加え別サ、車両挙動安定化制御システムが追加され、さらにナビゲーションがアップグレードされ、画面サイズが大きくなり、マップデータベースが DVD 化された。2002年モデルでは、マットガードとホイールデザインが変更され、サスペンションはよりスポーティーとなった。最も大きな変更点はエンジンで 225HP。 31.9KGFM に出力が向上した。エンジンルームの遮音性が向上、さらにアンサーターが追加された。2003年、2004年モデルでは、リアターンシグナルがクリアレンズ化され、ホイールデザインが変更、インテリアもカラーリングが新しくなるなど、複数のアップグレードを受けた。3.5RL は、 8年間フルモデルチェンジが行われない長寿モデルとなった。2004年モデルは北米ではアキュラ、ホンダのラインナップでエンジンにビテックを用いない最後のモデルになっており、エンジンの排気量を社名に用いた最後のモデルにもなっている。2004年末に発売された、ホンダの先進的オード技術である SH オードが搭載され、 高い走行性能を持つハイパフォーマンスセガンへと変貌を遂げた。J35A 型3.5リットル V6 サイチェ C、ビテックエンジンに5速 AT が組み合わされる。2008年2月6日にシカゴオートショーで大規模なフェイスリフトが行われた2009年モデルが発表され、2008年7月1日から発売が開始された。エクステリアはアキュラの キーンッジダイナミックデザインコンセプトに合わせて変更され、パワープリーナムなフロントグリル、前後バンパー、ヘッドライト、テールライトなどがアグレッシブなデザインとなった。新しいアルミニウム合金のボンネットは視認性の向上や軽量化され、トランクリットなどとともに、空力性能の向上も果たしてる。エギゾーストパイプは、先端が六角形形状のポリッシュクロムとなった。 サイドミラー内蔵のサイドターンシグナルは LED 化された。エンジンは従来の J35A 型から2代目アキュラ MDX で初採用となった J37A 型へと変更となった。出力は 290HP216kW から 300HP224kW へと向上し、アイドルから 3000RPM までのトルクも9%。 以上向上した。2009モデルではこれまで吸気バルブのみだったビテックをマルチロッカーアームを使用することで排気側にも採用している。カムフォロワーはフリクション低減、耐久性向上のためローラー化された。J 型 V6 サイチェシーではこれまでも可変シリンダーシステム VCM で排気側に休止型ビテックが用いられてきたが低速カム、高速カム切り替え型では 初となる。4900rpm が切り替えポイントで、高速カムでは低速カムと比較して、リフト量が、吸気バルブは27.9%、排気バルブは10%大きくなる。圧縮比も11.0から11.2に増加した。5速 AT は、シフトパラメーターを修正、トルクコンバータが強化され、パドルシフトはエスポジション付きの新タイプとなり、 ゲート仕様のシフトレバーはストレートに変更された。s h ー度は従来では2足からだった後輪左右のトルク配分を1足にも適用、前後左右のトルク配分のレスポンスや正確性も向上させた。ステアリングのラックコンポーネントが改良、コンパクトな静寂性の高いステアリングジョイントにより剛性がアップし、ステアリングの正確性やリニアなレスポンスが向上した。足回りは コイルスプリングのハイレートか、スタビライザーバーの体型化、サブフレームのマウントブッシュの強化がされ、リアブレーキパッドが変更され、ホイールは標準が17インチから18インチとなり、よりスポーティーなミシュランチ x m x m 2 4 5 45R18 タイヤが装着される。インテリアでは、運転席が 10A パワーシートにアップグレード、アームレストや、 シートベルトバックルも改良され、フロントドアにはプルポケットが追加された。後席では前席シートバック改良により、レックルームが拡大され、シートクッションも改良された。吸音フロントウィンドウなどが新たに採用され静粛性も向上し、さらに従来のアクティブノイズキャンセレーション、ANC システムがアクティブサウンドコントロールシステムに一新され、消音性能が向上し、 従来では 2000rpm までだった。エンジンのイズキャンセルがエンジン全域で機能するようになった。エアコンやオーディオのスイッチ類のデザインが見直され、従来は2段階の操作が必要であった。風量調節が1段階で行えるようになった。デジタルオーディオプレイヤー接続ジャックに加え、USB ポートが追加、iPod やストレージデバイスなどが接続できる。 キーレススマートエントリーも新しく追加された。アクティブヘッドレストが全席シートに採用され、米国道路安全保険協会、フスの広報衝突テスト評価が、マージナルからグッドに向上、トップセーフティーピックを獲得している。テクノロジーパッケージでは、ナビゲーションの他に6段階のシートヒーター、クーラーが搭載される。インテリアは、木目調装飾がアップグレードされ、 シフトノブやステアリングも木目レザーとなる。ナビゲーションではトラフィックリルーティング機能、アキュラリンクによるリアルタイム天気情報や XM ラジオノート機能、自動サービス予約機能などが追加設定され、ザガットレストラン情報のアップグレードや音声認識機能の向上もされている。CMBS 付きテクノロジーパッケージには追突軽減ブレーキ、 CMBS に加えて新たにアダプティブクルーズコントロール区が搭載される。ダッシュボードはカーリーメイプルの元決めとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。